おはようございます、こんにちは。今日は JR 西日本の石山駅へやってまいりました。石山って言ってもどこか分かんない方ももちろんいると思うんでご説明しますが、京都より東、滋賀県の琵琶湖のある県のとある場所でございます。で、今日は、何の動画かっていうと適当な動画なんですけど、お楽しみいただければと思います。先ほどね、ここ石山なんですけど、今この電車が行く安っていうところですね、あっち方面に行くと川があるんですよね。その川があるところの川をね、車窓から撮ろうと思ったら見事福山通運に邪魔されました。その時の映像がこちらです。まあそんな今夜でね、せっかくの景色を貨物に邪魔されましたので、その景色を見に行こうというのもあります。じゃあね、とりあえず改札出て行こうと思います。めちゃくちゃ大々的に紫式部の話をしていますけど、今日はまあそうですね、この大津、滋賀県大津市へやってまいりました。京阪石山駅とも書いてありますけど、さて JR 石山駅ですけども、こっからはですね、源氏物語をね書いた人は紫式部というわけですけど、その紫式部さんがね、源氏物語の構想を練った場所へ行こうと思います。石山駅の近くにこんな路面電車みたいなのがあると思えば、まあこれちゃんとした軌道なんです、軌道ではなく鉄道なんですけど、すげえのが走ってんな。ここには定山バスとかいろんなバスが来るんですけど、これね、このバス運転手さんどっか行っちゃってよ、こんな出口開けっぱなしでどっか行っちゃって大丈夫なんですかね。まあ大丈夫だと思いますけど、すごいよすごいよ、おお、迫力が満点だ。めっちゃかっこいいじゃないですかこれ。2両編成の短いもんですけども、カーブを住宅街すり抜けていくように走っていきましたよ。そしてとりあえず先ほど言いました紫式部のゆかりの地へ行こうという話なんですけど、どのバス乗ればいいのかな。京阪バス、定山湖南交通バス、近江鉄道バス、ちゃんと書いてある、あれだあれあれ、もう大河ドラマに引っ張られて、この定山バスは行かないですね、京阪バスが行くんで一番乗り場って書いてあります。僕だ、あれだあれ、あれに乗ってばいいんや。お待たせいたしました、京阪バスに乗ってきましたよ。あの辺が石山寺というわけでありまして、ここにもいっぱい書いてある。もうね、大河ドラマは光る君へのあやかりまして、こちら瀬田川というんですけど、琵琶湖から唯一の出る川となります。これずっと辿っていくと大阪湾に流れ着くわけなんですね。なんか鳥とかいますけど、そんなわけで今回の動画の目的なんですけども、このね、大津を見てみようということで、紫式部が最初この石山寺に来て源氏物語を書いてくれと、最初物語を書いてくれと言われて、仕方ない源氏物語書くかと思ってここに1週間ぐらいいたそうです。バス停があそこにもある、あここから後で乗ろうかな。正直石山寺とかどうでもいいんですけど、今回はねやっぱりこの鉄道とかね、バスとかがね、大好きな僕のチャンネルですから、そういうバスとかからね、真剣にね、話していこうという感じです。石山駅からは、京阪電鉄が出ておりまして、京阪電鉄のバス、石山寺の、経由しまして、ずっと南の方まで行きます。京阪バスの、系統がたくさん運行されております。こちらは、JR 石山、そして、並びに、京阪石山駅まで行くバス。空いてましたけどね、さっき結構人乗ってました。今までの歴史というか、あんまり正直言って興味ないんですけど、僕
局ね、食というかね、美味しいものには目がないのでね、あそこの石山寺プリン本舗はちょうど木に隠れて見えないわっていうところでね、アイスを買ってしまいました。これプリン味のアイスらしいです。初めて食べるプリン味のアイス。ちょっとね、今の気温大体ね10度下回ってると思うんですけど、まあ日向出てるんでね、まあ食べれるでしょう。いただきます。春日観光地 EV にも対応した駐車場があるわけですよね。もうここを見るとね、もう大津市がどれだけ大河ドラマのこれにあやかって石山寺に力を入れてるかがわかると思います。アイスめちゃくちゃ美味しかったですよ。皆さんも行ってみてください。石山寺プリン本舗です。石山駅からバスがちょっと行かないといけないんですけどね。源氏物語を書いた紫式部、今の大河ドラマ光る君で注目されていますけども、そんな源氏物語が誕生した場所がここ石山寺です。当時は貴族たちはみんな石山詣というのが盛んでありまして、みんなここに来るわけなんですね。そして滋賀県大津市石山寺、こちらに紫式部をやってきたわけです。当時天皇だった一条天皇、この人がですね、ちょっとなんか物語作ってくれというようなリクエストがありまして、そこで紫式部は仕方ねえな、じゃあ新しい物語作ってやるよということで、この石山寺で約1週間ほど考えたらしいですね。あのウィキペディア見たらね、いろいろ書いたんですけど、なんか出世話とか、あとは恋愛模様とか、そういうことが書かれているらしいです。紫式部の邸宅は京都にあったらしく、執筆したのは京都の廬山寺と読むんでしょうかというお寺なんですが、その紫式部の構想、紫式部が源氏物語の構想を考えたのがこの石山寺ということになっております。石山寺の中には大河ドラマ館というような、もう大河ドラマ特設コーナーもあるらしく、中まではご紹介しませんが、いくつもの建築物があり、国宝とか重要文化財とか、そういう風に指定されたものがたくさんあるわけなんです。さて、そんなね、歴史のね、話は置いといて、京阪電車の石山寺駅へ向かいましょう。お前今日ここに何しに来たという風に聞かれそうですが、まあプリンのね、アイスソフトクリームを食べに来たということです。だいたい500円ぐらいだったかな。ちゃんとね、交通系 IC も使えて便利ですよ、最近この世の中は。やっぱりイコカがね、使えるか使えないかでだいぶ利便性というのは変わってきます。あ、なんかオシャンティーなところがある。なんか日本庭園っぽいやつね。ちょっとよくわかんないんですよ、そういうの。あんまり。さて、石山寺駅やってきました。京阪電鉄ですね。向こうにもちょうど京阪バスが来たぞ。お、今電車が止まってる。あ、もう発車しちゃうのかな。すごいな、この駅。もう、石山寺全開ですよね、やっぱり。ここがちなみに端っこの駅と言いますか、終端の駅となっておりまして、あ、今ちょうど発車していくわ。優しい運転手さん、お客さんを乗せてくれました。扉を閉めて、坂本比叡山口行きとなっております。おー、発車してた、発車してた。じゃあね、僕もね、これ15分後にまた電車来るらしいので、それ乗ろうかな。よしよしよし、せっかく出して乗ろう。本当にこの駅紫色になっております。大河ドラマの企画の前まではこんな紫色じゃなかったんですけど、急に紫色になりまして、ようこそ石山寺駅、紫式部ゆかりの花の寺。この見たことある図がありますよね。これ紫式部さんですか、ちょっとわからないです。昔の方の美人の基準がわかんないんですけど、多分美しい方なんでしょう。京阪石山寺駅、琵琶湖浜松、京阪石山、坂本比叡山口、京阪京神線、地下鉄の東西線、三条京阪方面と書いてあります。改札口はこんな感じ。入ってみましょう。お、地獄よかった。平日はこんな感じ。意外と走ってるんだね。とりあえず来たやつに乗ってみるか。おーおー、すごいすごいすごい。こっちが校舎用ホームですね、多分。で、これはすごいな。一両だけのホームがあるぞ。お手洗いがあって、こんな面白いものがあります。
おそらくだと思うんですけど、多分こっち側入ってくると思うんですよね。もうこの駅誰もいないんですよ今。すごいな、本当に誰もいない、貸し切り状態。紫式部大津周遊チケット、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 紫式部。疲れたわ。お、お客さんがいた。やっぱりね、一本一本ある程度のお客さんはいるんですが、基本的に石山寺までは土日、日曜日とか土曜日の需要が多いんでしょうね、きっと。次の電車は何分でしょう。時刻表ちゃんと見てなかった。踏切の音が鳴ったぞ。そろそろ来るんじゃないか。あ、あれかな。見えてきました。なかなか古そうな車両ですが、車両自体は結構綺麗ですよね。というわけで、こんな感じで石山寺駅になってるので、もしかしたら幕回しをするのかもしれません。見てみようか。石山寺から大見神宮前、坂本比叡山口という感じです。車内の様子、結構古そうですよね。2連、2両編成ということを示しています。お、ちゃんと書いてある。これ今いるのが、ここ石山寺で、ずーっとですね、金藩石山、そこからこう行って琵琶湖浜をずっとここまであります。どうしようかな、浜松までちょっと行ってみましょうか。今日めっちゃ音が近代的じゃないですか。次は唐橋前です。 The next station is 唐橋前。 瀬田川横目に京阪列石山坂本線出発でございます。唐橋前駅という駅らしいんですが、出発していきます。2両編成の小さな駅ではあるんですが、ここでお客さん何人か乗ってきましたよね。瀬田の唐橋、瀬田川に架かる橋のことを唐橋というみたいです。今列車は大きく右にカーブ、そして左にカーブしながら京阪石山駅へ入線してまいります。カーブがすごいですよね。最初石山駅から動画は始まってまいりましたけども、その動画始まったところに戻ってまいりました。ここからね、浜松の方まで行くんですけども、石山駅を出て右にカーブしていきます。動画では左にカーブしていますが、これは後ろから見てるからですよね。そしてここで JR 線の石山駅にありますけども、 JR 線を追い越していくことになります。列車は下り坂を行って、お、作業員さんたちがいる。これレールの幅を測ってらっしゃるのかな。そんな感じですよね。電車が行ってすぐに補線をしています。実は1984年製、意外と年代は古い車両でも車内は結構綺麗ですよね。今電車は駅を出発したところ、速度がどんどん落ちているのを見ることができます。減速性能、そして加速性能ともにすごいいいんですよね。ここで小学生たちが乗ってきました。めちゃくちゃね、多いんですよ。さて、お、対向列車がやってきたぞ。この車両は少し古いタイプの車両を模したラッピングになっています。ここは京阪ゼゼ駅を出たところ、 JR のゼゼ駅と右側に JR のゼゼ駅のホームを見ることができます。ここから JR としばらく並走、まもなく京阪浜大津駅に到着。左側には京阪京浜専用の4両編成、地下鉄の方まで直通することができる車両ですよね。こんな感じで811と書かれております。800系ですね。京阪浜大津駅に到着です。すごい、いろんな駅が、太秦天神川は京都の方に行くものもあれば比叡山の方に行くものもあります。石山寺を見るのも面白いですが、やっぱりこういう京阪電車を見るとやってきました。4両編成、太秦天神川、
すごい、これ黒シートになってる。路面電車で黒シートだと、すげえな。さっき入線してきた太秦天神川駅があちらに見えます。浜大津降りてまいりました。京阪電車琵琶湖浜大津駅。これね、駅前のねところがすごいですよね。道路と平面交差、もうこのように路面電車のような状態になっているわけです。電車用の信号もついております。電車用の信号と普通の歩行者用信号、そしてこれ架線がありますからね、上の電気に引っかからないように背の高い自動車などは通ることができないようです。と言いましてもやっぱりこれ路面電車だけあってパンタグラフが結構長めですから大丈夫だとは思うんですけどね。結構高めに作ってあります。お、今出てたぞ、出てた。ここから出てくるのが見えるのではないでしょうか。電車が一旦停車します。こっちの方行くんですよね。電車が一旦停止して、あそこに信号があるんですけど、電車用の信号がですね、はい、左のマークが出ました。左行っていいよというマークが出たら信号に従って走っていくわけです。おお、すごい。路面電車で普通4両編成のこの電車ってありえないですからね。路面電車でこれは絶対にありえないのですが、お、もっと向こうから来たぞ。お、すごい、あれは今日、もう今日の動画の本題でもあります紫式部のお話をしましたが、紫式部のラッピング車両でございます。あちらは2両編成石山坂本線石山寺の方へ向かいます。つくづく路面電車のある県、路面電車のある都市に住んでいて車を運転されている方、本当にすごいなと思うところがあるんですが、普段から鉄道と隣り合わせの生活をしていて、あまり自分にとっては考えられないので非常に興味深いところでございます。いろんな信号機がついています。多分あれが電車用の信号機かな。お、信号が青になった。お、ここに電車用の信号機があって、これで左かまっすぐか、まっすぐであればこっち方面、左であればこっち画面右の方に曲がっていくこととなります。もちろんここは京阪の独壇場、京阪バスも走っています。もちろん京阪バスだけでなく、ここ一帯を牛耳っております近江鉄道バスももちろん走っております。お、京阪バスも来てるな。そこに入ってった、あの京阪バスもそこに入ってくんだ。そこがロータリーなんですね、京阪電車の浜大津駅の前の。お、電車が来たぞ。あれは石山坂本線の線路になります。これね、パンタグラフがねちょっと高めなんですよね。トラックとかが通っても大丈夫なように、もちろんあの上の方に貼ってある線、この線に触れましたら体にビビッと直流1500V がかしびれる痛みで、もう痛みとか感じる前に燃えますね体が。僕の動画のセンスもビビッと来てくれたらいいんですけど、すいません、しょうもないですね。さて、信号が青になって路面電車も登場です。すごい、あれはラッピング車両だ。京都のアニメ会社ですよね、あの響けユーフォニアムみたいなやつですね。もう見たことはないですけど、
名前は有名ですよね。いつか見てみたいと思ってます。さて、画面こちら側に見える駅の方面がですね、石山坂本線石山寺方面、そしてこっちが比叡山の方面ですね。そして正面側に続いている線路が京阪電車の山科方面であったり、地下鉄に直通する方です。お、電車が見えるぞ。あれが間もなくやってくる。走る鉄道として最長の長さを誇ります京阪京神線。比叡山の方からやってきました石山寺行きの電車がやってまいりました。あっち側にね、まだね、車両がね、今行ったばっかりです。なので待機してるわけですね。これは道路交通状況によっても速度が変わってくるでしょう。速力が半端なかったですよね。すごいことです。これ撮影後に知ったんですけど、今日撮影したね、次の日でこのラッピング車両運行終了することが分かってたんですよね。でこの撮影日は実際はこのラッピング車両入らない予定だったんですけど、なんか入ってたということで、知り合いの人からね、すごい運がいいというふうに言われました。これが撮影日の日から新たに登場しましたラッピング車両、 NHK の大河ドラマ光る君へのラッピング車両でございます。しっかり NHK って書いてて、放送時間まで書いてあります。面白い。先ほども言いましたように、こちらの響けユーフォニアムの車両を本日そして明日で運行終了することとなっています。これは珍しいものが見れた。というわけで、この大津のお話を見てきたんですけども、疲れましたね。大津は紫式部が最初石山寺で源氏物語の構想を練ったことから、大津源氏物語発祥の地とも呼ばれています。それにあやかって大津市はいろんなところに宣伝をしまくり、観光客の誘致といいますか、観光客を呼び寄せるのを頑張っております。皆さんもどうぞ石山寺とかね、ぜひ来ていただけたらと思います。僕もね、そんなに興味はなかったんですけど、電車にラッピングされるんでね、あ、JR にもね、225系電車に平安時代を模した紫式部琵琶湖大津ラッピングというのがなされております。もしかしたら大阪姫路の方でも走っておりますので、見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。適当に最後に編集でそのビアコースラッピングの動画でも載せておきます。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。